ボスマッチオープン。おう、レオです。ウェイ、イヤマンです。カズヤです。ユーピーツンツン、オッケー。おー、イエーイ。ボックン参戦第2弾ということで、今回何の何でしたっけ、今回のテーマ。今までバレた嘘っす。あ、そうだ、今まで女の子にバレた嘘。ああ、はい。ただホストやってて、それってことじゃないですか。嘘あるお前あるでしょ。なんで俺嘘つけない。一番ありそう。どう考えても嘘つかない、嘘つけないバカなやつじゃないですか、こんなやつ。ちょっと嘘ついた方がいいやつね。ちょっと嘘つけようぐらいのやつじゃないですか。え、でもこれ多分みんなあるあるやと思うんですけど、アフターネバックで。あー、それはもう定番のもうマニュアルです。あ、マニュアルです。マニュアルはあれです、シャンパンポールの練習してた。あれマニュアルだ、グループのマニュアルであるやつですよね。そうそうそう、ある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 。俺もあるある乗っちゃったよ、マジで。ないよ、そういうマニュアル。そんなマニュアル書いてないっす。あとあれね、代表から呼び出されてる。あー使うでしょ。あります。先輩の2つき合ってるとか。あー使うよね。使うっすね。使う使う、やったでしょ。俺ガチなんですよ、大体この人の2人いるんで。僕あ、ガチで、ガチなんだよ。俺が本当に今日無理だわっていう時は、大体どっちかと本当にいる。俺も行かない2人行ってる時なんだよ。それな、自分の2人行け。めちゃめちゃ嘘ついてそうな人間ですか。嘘の塊でしょ。いや、昔は超塊でしょ。昔は超嘘ついてました。 EED なんだよね、言ってました。俺それめっちゃ使ってるよ。めっちゃ使ってる。 EED はダメよ。 EED やばいっすね。ダメよ。抱きたくないっすもんね。え、抱きたくないじゃないですか。え、嘘をつかせる方が悪くない。つかないですかって俺にやめてます。俺が言ったのみたいな、言わせたみたいな感じのじゃないですか。嘘をつかせる女が悪いんですよ。大人できないって言わないといけないってあるじゃないですか。ありますね。女が悪いっすよね。綺麗だったら抱くっすもんだって。逆に俺 ED ってずっと嘘ついてるんで、俺の女の子全員ブスかもしれないですね。 ED って嘘だったっていう嘘っすからね、今。 ED に乗ったから俺も ED に乗って、あー同じような人たちいんのかなと思ったら、あ、嘘だったんだ。いや、あ、懐かしの ED です。出せますからね、証明書みたいな。証明書は出せますって。そんな証明書あるんや。あるよ。そう、余計なこと言うから、こいつマジで。優しい嘘だっていうのもあるじゃん、やっぱり。ありますね。優しい嘘、俺ついたことあるかな。え、だって彼女いるのって聞かれたらなって答えるの。いないよ。それ言ったら今いるみたいになっちゃう。いるみたいな顔してる。いるみたいになっちゃった。ちょっとはにかんない。いないよ。危ない。なるわ。口ひん曲がってました。ひん曲がってたよ。彼女はいないな。セクレみたいな。いや、みんないるじゃないですか、それは。呼び出せば誰も来るやん。おかしいな、呼び出したら来るはずなのにね。店が来ない。店が来ない。金かかると思ったら来ない。あいつはチンポしか驚いてないんだ。すごいわ。あいつはチンポしかじゃねえんだ。言葉が悪いんだよ、お前は。メーラーの方とかに嘘はどうなの、禁物なの、それともいい嘘はつくべきなの。つくべきっすね。どんなのあんの。でも一緒にいたいとかっていう感じなんですね。一緒にいたいって言われて、どういう嘘ついた。先生に聞いとんじゃん。でも今質問の位置が分かってないかもしれない。先生、決まりやん、これ。先生、何をどこでしゃしゃりくると思うんだよ。いや、メインキャラこそ嘘つくべきっすよ。どういう嘘つくべきなの。最低だな、嘘つく。おおおお、急にその設定出してくまいで。やっぱメンヘラって自分だけを見てほしいっていうのがあるから、お前だけだよみたいな。だもうド鉄板。関係性が浅くても行っちゃった方がいい。浅くても行った方がいい。だけど本当はお前だけでは。怖い怖い怖いよ。それで幸せだったらいいんですから、嘘ついて。向こうがそこまでグイッと行った方がいいな。いや、メンヘラに嘘つくと金使わなくないですか。そうなの、本当は。うん、俺思うんですけどね。お前だけだよみたいな嘘つくと調子乗るじゃないですか。私だけなんだって、あいつらバカなんだよ、メンヘラのやつって。本当に私だけと思うんで、マジ使わなくなるんですよ。逆に本当に他にも、お前より他にもいるからなっていう方が使うんですよ、マジで。そういうパターンもあるのね。はいはい。第二パターン。あげらっき始めるってこと。そうそうそう。女の子はポンポンっすね。今日のポンポン、そろそろ。しかも聞いてください、俺ここでこうやってポンポン言うけど、初回とかで一回も言わないっすよ。足つかないっすよ、この場だけ。はい。もしタイプの子が来たら、大きい声でポンポンって言ってね。あ、そうっすね。もうみんなにしてください。この瞬間、俺の趣味バレる。え、もうです。急に締め出したの。できました。ポン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 じゃない、嘘。あ、嘘はまあつくと。そうですね。ホストは嘘つくよと。ホストが
抱いてくれないときはたったない。あ、それは嘘ですね。抱きたくない。抱きたくない。先生大丈夫ですか？おお、俺で振ってくる。ポストの汚いは嘘で。はい、そういうことだ。そういうことで、はい、チャンネル登録とコメント、いいね。ちょっと飛んだな、今。この動画が良ければ、はい、チャンネル登録、いいね、コメント、ぜひよろしくお願いします。ってことで、放送中でした。